蜘蛛の糸というお話をご存知ですか？はぁ、あ、急に何言ってんだ。お、なんだこれ。地獄にいるカンダタにお釈迦様が蜘蛛の糸を垂らすのです。たった一度だけ蜘蛛を助けたという理由で極楽を夢見たカンダタは糸を登り始めます。ところがたくさんの罪人が後に続き、糸が切れることを恐れたカンダタは他の罪人を落としてしまう。うるせえ、黙れ。状況分かってんのかおめえ。初めから見えるようにしなければよかったんです。黙れって。こんなふ